外省人出るようにゆっくり出るようにこれが痛いでしょ。なっちゃった。教えてあげたい。あ、やっぱりダメじゃん。55年今年の9月終了営業。なんていう相性なんだろう、この周りのやつ。そこがスタバだけじゃなくて、なんか普通の休憩所というか、休憩施設とかイベント施設とか。なんか覚えてる、ケープラから何にもない広場で、子供がねキャッチボールしてたのをケープラの上から見たことがあるよ。昔はそうだよね。大人な街歩きコースって書いてあるよ。森感ある。動きません。コニカミノルタ、あ、違う、小西だ。八王子で多分富士見台だけど、きっと見えないだろう富士見台。そうかな。これがケープラさ。すごい立派なやつだよ、ほら。へえ、50周年だ。これ壊れてる。壊して使用禁止だから透明じゃないよね。これは誰のっていうのが書いてある。ガイシゲルさんだ。ガイシゲルさんだ。はい、プッシュ。これ作れるんだね。ほら、昔からありそうだね。わー、すごい。
首突き。いっぱいある作ったでも。ね。覚えてあるなんか。あ、やっぱプレイパークだ。この羽根木のプレイパークと同じだ。プルプレ。すごいね、十何年って書いてあるよ。平成20年。ここは全部稼働中。あ、一番こっち、あ、ここは使えるんだね。うん。車椅子がね、のあれが、あれは向こうは壊れちゃったのかな。いきなり下ってんのこれ。下ってるよ。あれ。わかんない。どこの場所にこれ。これで上にあったらショックだよね。一応上から回ろう。ちょっと待って。
をつないでもらったんだ、うん、知らないビール。